こんにちは、福似顔絵師のもんもんです。今日はコラボ似顔絵描いていきますよ。有名人にキャラクターなどの別要素をミックスして一味違った似顔絵を描く大人気の企画です。今回の組み合わせはジブリ映画仮暮らしのアリエッティの主人公アリエッティと、圧倒的な存在感を放つ今大注目の若手女優清原果耶ちゃん。果耶ちゃんは雑誌セブンティーンのモデルとして活躍していて、その紙面内で実際にアリエッティのコスプレを披露しているのですが、これがめちゃめちゃよく似合っているんですよね。なんでも昔アリエッティに似ていると言われたそうで、ご自身のなりたいアニメキャラもアリエッティなんだとか。果耶ちゃんの果耶という名前はジブリ好きのご両親がジブリ映画にちなんでつけた名前だそうで、なんともジブリと縁が深い果耶ちゃん。というわけでセブンティーンのコスプレ姿をモチーフにアリエッティと清原果耶ちゃんをミックスして似顔絵を描いてみたいと思います。どんな仕上がりになるのでしょうか。ぜひ最後までお楽しみください。ここからは筆ペンで実践を入れていきます。衣装や髪型はアリエッティ寄せ、お顔はカヤちゃんに寄せて描いているのですが、すでにお互い完全に溶け込んでますよね。筆ペンで表情やディテールが入るとさらにどんな風に混ざり合っていくのか、とっても楽しみです。これは完成度の高いコラボ似顔絵になる予感。目が離せない中盤戦、引き続きお楽しみください。ここからは色鉛筆で色を塗っていきます。この色塗りによってキャラクターらしさが一気に爆発するんですよね。どこかヨーロッパ風の佇まいを見せるアリエッティと、ハーフっぽい顔立ちの清原果耶ちゃん、2つの個性がどんな世界観を描いていくのでしょうか。注目のラストスパートです。一緒に見届けていきましょう。